振り返ります。ちょっと解説を加えてください。はい、まあ、湘南が攻守にいいリズムでゲームに入りました。でこれが先制ゴールです。そうですね、ここもこう非常にいい仕掛けというか前に行く力、そしてここも前に出す、まあ、ここはコントロールしてからねシュートの振りも早かったですし、はい、思い切ってねこう高山選手打った結果だったと思いますよね。最後はクラブのエンブレムに手をやって喜びを表しました高山のゴールが11分、これで湘南が先手を取りました。しかし後半に入って9分、太田光介、これはボールも松本さんいいボールでしたね。そうですね、太田選手のこう本当にこう狙った通りのボールがいったんじゃないかなと。これルーカ選手が触ってもこう得点のチャンスありましたし、後ろにも来てましたし、後ろ森重選手ですね、はい、チャンスもありましたし、こう触らなくてもゴールに向かっていく、非常にこういいボールでしたね。で畳みかけた東京は今のゴールの3分後、粘った渡辺、これはすごい、まあ、ここはね非常にこうイメージ通りの、はい、シュートだったと思うし、非常にこう、まあ、泥臭いシュートだけではなくてね、こういう綺麗なねシュートも今年は多いですからね、はい、校長さんがこう見れたシュートでしたね。まあ、本当にカズマは旬です。さて高橋秀人が滑ったところを見逃さずに馬場はこのループで5点、まあ、いいプレスの中をね奪って、まあ、キーパーに対してこう正面に行ったのでね、なかなかこうコースないかなと思ったんですけど、最後まで、よく見てねループシュート、まあ、これも非常にこうアイデアと技術が伴ったシュートだったなと思いますね。で東京は石川直弘が途中から出てきて、まあ、リー・平山と3人変えたんですが、太田のパスに石川、そうですね、まあ、キャスティング変えて少しこう東京の方に流れがいくかなっていうところで、まあ、ここを、ね、島村選手がこう最後まで諦めずにこうスライディングで防いだっていうのがこう逆転にもつながった要因の一つになるかなと思いますよね。それから71分、権田は権田でナイスセーブ、非常に難しいボールですけどね、湘南は反応しましたね、はい、湘南は途中から桐野が入ってます。東京80分、平山壮太反転から左足、まあ、ここも早かったですね、反転してからがシュートを打とうというイメージは強く持っていました平山で、高橋のパスを受けた長谷川がボールロスト、長木左足、まあ、ここもこう、ね、相手のパスの中でこうプレッシャーかけに行って奪った後にこうしっかり、ね、決め切るところまで行きましたから、そこが、ね、本当に非常に良かったと思いますね。ゲーム中に松並さんおっしゃってたのは、長く最初ちょっとあえて間合いを空けといて、そうですね、ということですよね、はい、